はい、おはようございます。カッパパです。新年明けましておめでとうございます。2021年、令和3年の初登りは地蔵岳です。ここがね、さっき止めてた大ボラの駐車場です。結構広くて、まあ、トイレもね、まあ、水洗であったかい便座がついてます。でガチガチに凍った県道をね、すっ転ばないように用心して渡ると、おう。はい、ここがね、地蔵岳の登山口になります。はい、こんな感じですんでね、本当に気をつけないと簡単に行かれますんで。アイゼンも何もつけてないんだけど、これはさすがにつけた方がいいかな。まあ上りはいずれにせよ下りが結構やばそうですね。結構バテるね。まだまだね。完全さ、正月三が日寝てくっつうからきついな、マジで。だらだらだらだね、ほんと重いな。はい、あ、分岐だよこれ、下が大道、あ、カクってなっちゃったけど、ね、少年自然の家こっちですね。ということは、おお、ほら黒尾山と駒ヶ岳、なんか 4,5 年前に行ったね。暑かったね。そっか。はい、あっちのね、湿原もね、凍ってます。あそこ名前なんしたっけな、忘れちゃった。有名な湿原なんでね、なんとか淵。おお、日光の方に山見えるじゃん。はい、この分岐からね、だいたいコースタイム25分ってなってるけど、まあ、このペースだと35分ぐらいかな。行ってみましょう。カウママがね、ラピュタの雲を発見しましたね。絶対いるって言い張ってんだけど。バルス。
新潟方面はね、空雪雲がガーッと来てるんだけど、南の空はね、いやー青いですねすごいね、まあ、大体ね、青く見えるのは太陽側じゃなくて、ね、その反対側なんですけどね、こんな感じで、ここは広場になってんだね。今ね、これ西の方見てるんですけど、あの真っ白いのは、あ、真っ白だね、浅間だね、あれ。朝向こうの山もね、東屋さんの方も白いですね。うわ、一気に白くなったよ。はい、地蔵岳着いた。ガチまだ凍ってる。ありがとう。誕生日スペシャルグッズ。はい。いただきます。
冷たい。はい、それではね、下山するんですが、うどん美味しかったね。鍋焼きうどんもね、まあ本格的なものをね、山頂で食わせるところもあるけど、まあ基本的にはコンビニのあれでもう十分だな。美味しかった。しかもね、関西風という、まああんまり馴染みのない出汁だったけどね、まあ案外うまかったです。ということで、下りは、行きで登ってね、直通コースじゃなくて、くるっと回ってくる形になります。八丁平という方に降りて、まあ、そこからね、また出発地に戻ります。あ、八丁峠か。だいぶ緩やかだね、こっちは。じゃあ、階段なんだ、楽ちんコースじゃん。完全凍結。本当は誰かいるわ。あれがコノ。いいなあ、こっちの道、こっちで登ってくれよかった。はいはい、まあそんなこと言ってもしょうがないんだけどね、安全に降りましょう。いいな、この道すごいね、もう街が見えてるじゃん。夜になったら夜景がすごそうだな、こっちはどっちになるんだろう。前橋はね、こっちだから、伊勢崎、桐生方面かな。あ、富士山だ。お、富士山が綺麗に見えてます。いやー、楽だなー、こっちの道は。八丁峠ルートは楽だよ。あの直通が何だったんだよって話だよ。本当だよ、正月一発目が修行だと。え？うん、そこまで言う、タイだとか。ここは川。はい、おお、なんだこれは。ああ、ここソリあるとこなんだ。うわー、子供いっぱい楽しそうだね。ソリ専門なんだね、これは素晴らしい。ベルトコンベアで上に運ぶシステム。あら、ぶつかっちゃった。いや、はい、着きました。
すげえ。何こんなに混むの普通は。あっという間にガチで混んでる。はい、令和3年一発目の山はですね、恒例の雪山登山ということで、今回は赤城山の、地蔵岳に登ってきました。いい山登りができました。はい、今年もねよろしくお願いします。カポボでした。